雨上がり、山の口曝。その日、朝は土砂降りなのであったが、午後になるとカラリと晴れて、縁側に日が差した。ガラズドを開け放って、僕は机を前にしていた。女房は僕のそばで、繕いものをしていた。木戸の風鈴が泣き損ないみたいになって、 ミミコが帰ってきたのである。ただいま。おや、おかえりなさい。女房はそう言いながら針を置いて、縁側に出たのであるが。あらこの子、甘ガパパはどうしたの学校に置いてきちゃったのと言った。